皆様おはようございます。世界を旅するドラマパーカッショニストのカズです。日々ライブをしたり、レコーディングをしたり、レッスンをしたり、オンラインサロン、リズムの学校の運営をしたりしております。今日もよろしくお願いします。さてさて、えー、今日もですね、お話ししていきたいと思うんですが、えー 1一個ね、新しいライブのスケジュールが発表になったので、えー、こちらでお伝えしておきます、えー。3月の12日、高松のね、ラフハウスというところで、えー、ライブをします、えー。これはほぼほぼ僕が持ち込んだようなイベントでして、えーあの、大好きなね、ライブハウスなんですよ。ラフハウスっていうのが。もうとにかくオーナーの根性さんっていう方がいらっしゃるんですけど、もう音楽愛に溢れた方で、えー もうね、ライブ終わったらね、ずっとね、曲かけてくれて、えー、こういう曲があるんだっていうのをね、もう本当に、もう本当にいい先輩っていう感じなんですけど、えー、もう音楽のあれずっとしてるっていうね、その時間がもうすごく楽しいし、えー、ライブハウスとしてもね、音も最高だし、えー、なんか音楽の神様住んでるなって思わせるような、えー、ラフハウスというライブハウスがありまして、えー、そちらにね、行ってまいりますという感じです。で、えっ、ー、と、今回ね、お相手が、えー、前田和明くん。 もう前田君は本当にもう曲大好きでもうマジで素晴らしいので、えー、前田君の歌を皆さんにぜひ聴いてほしいんですが、えー、さらにですね、えー、そこに北海道出身今東京でいろいろ一緒に活動しております佐藤大輝の、えー、連れて行きまして、えー、このね2人プラス僕でライブをするという,もう非常に楽しみなライブになっておりますので。 よかったらぜひぜひあの皆さん配信でも何でもいいので、えー、見てほしいなと思います。えー、配信は、ね、チケット制になっております。えー、入場は11人までということでかなりねあの <laughs> あの入場制限はされていますけれども、えー、と本当に、ね、皆さんに見てほしいなと思います。えーこ,のね、このライブ本当はあのちょっとねなんかツアーの一環として1本こう高松寄って で、次、なんかこう、わかんないけど、四国の別のところか、岡山か、えー、なんかこう近、近場でね、こう、組みたいなって思っていたんですけど、えっ、ー、と、ちょっと僕のスケジュールの都合で、えー、前後が東京になってしまったので、本当に高松一本だけで、えー、行って帰ってくるような感じになっております。はい。というわけで、えー、交通費がね、なかなかかかりますけど、<laughs> え、もう、これ、これ、まあ、本当に、 普通にお客さん入ったとしても、えー、配信見てくださったとしても、まあ、赤字は免れないかなという感じはありますが、えー、どうにかねあの、いい形で終えて帰っていきたいと思います。まあ、赤字だろうとですね、あの、行くことにはめちゃくちゃ意味があるので、コロナがね、あの、コロナになってからね、高松行けてないんですよ。だからもう、結構久々になるんで、本当に、あの、根性さんね、 あの顔だけでもね見せたいなと思っていて、えー、そんな気持ちで組んだツアーですのであの良かったら皆さんぜひぜひあの配信とかね見ていただけたら本当に助かりますという感じです、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたしますはいそんな感じで、えー、今日もお話ししていきたいと思うんですがえっ、ー、と今日はなんかいろいろ遡ってルーツの話をしようかなと思っているんですが。 えとね、僕が、ね、ドラムセットデビューをした時の話をしましょうかね。ドラムセットデビュー,、えー、ステージで、ステージでドラムセットデビューをしたと話をしようかなと思うんですが、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、まずね、僕ね、中学1年生の時に吹奏楽部に入ったんですね。でその話はまあ他のラジオとかでもしているので、あのよかったらあの前のラジオとかね、聞いてほしいんだと思うんですが、えー、で 中学1年生で吹奏楽部に入って、ドラムパートに入って、えー、で、でも吹奏楽部のドラムパートの練習って、基本的に練習台を叩いているだけなんですよ。練習台で四分音符ずっともう1ヶ月ぐらい叩いたりとか、八 <laughs> 分音符ずっと叩いてたりとか、もう本当にそういうね、基礎の練習しかほとんどしないんですね。で あの楽器の練習をほとんどしないんですよ。<laughs> しろって感じだけどね、今思えば、えー。楽器を触るってことがあんまりなくて、練習台をずっと叩いていた記憶しかないんですが、まあそういうあの部活で、そういうパートだったわけですね。で、そっから、えっ、ー、と、でも、学園祭とかあるわけですよね。あの、秋頃に。 で、秋頃に学園祭があって、で学園祭とかは、えっ、ー、と、吹奏楽部のね、そのドラムパートって言ったらね、あのちゃんとドラムセットを叩くあく時間が来るわけですよ。で、初めてそこで僕は、あの、ドラムセットというものを見たんですよね。あこういう、これ、ドラムセットってこういうものなんだ、みたいな。えっ、ー、と、それをね、 パッて目の当たりにして見たんですけどで僕の中,中学校ってあの高校生も一緒になって部活にやるあの中高一貫のあれだったので、えー、ともうその時の高2の先輩、えー、高2の先輩がねドラムセットを叩いているのを見てうわーって思ったんですよかっこいいってなったんですよそれ見て <laughs> いやマジでドラムセットってめちゃくちゃかっこいいって思ってその時にでそれで もういても立ってもいられなくなってちょっとこれ触りたいぞとドラム叩きたいぞってなったんですよねうんでそれがまあドラムセットとの出会いなんですけどえドラムセットとね出会ってからも実はあの中学生ってドラムセット触らせてもらえないんですよそれだったら練習台叩いてろっていう話なんで練習パッドしか叩かせてもらえないんですけどまあなんか練習練習夏休みとかかな夏休みとかであの なんだ音楽室を片付けなくていいっていう時があってでそういう時ってドラムセットそのまま置いてあるんですよねでそれをあのなんかね置いてあるのをもう先輩の目を盗んでですね叩くっていう <laughs> それを練習してみるっていうところが僕の、えー、初めてドラムセットに触れたのはそういうところなんですよね練習室で、えー、置いてある 先輩がいないいな時に置いてあるドラムセットを叩くっていうでえっ、ー、とでねその時に今こうよ記憶が蘇ってくるんですけど中学1年生の吹奏楽部の部員って結構いたんですよその時でパートが結構揃っていてで僕ドラムだしえっ、ー、となんかその時にねみんなが思ってた譜面で「今すぐキスミー」があって「今すぐキスミーっ」えー、ーミーってやつですね。 <laughs> リンドバーグの <laughs>、えー。があって、えー、とーそれを、なんかみんなで合わせたんですよね、その時あのー、それも先輩に見つからないようにね。<laughs> よく今思えば見つからなかったなと思うんですけど、多分先輩たちは全然違う練習していて、中学1年生は個人練習みたいな時間だったと思うんですけど、えー、そんな感じで、そこでね、ちょっと合奏してみるっていう経験をして、でもうその。 合奏が多分めちゃくちゃ楽しくて、くっそ下手くそだったと思うんですけど、<laughs> めちゃくちゃ楽しくて、えー、なんかそこからね、あのドラムセットっていうものにどんどんハマっていったあの記憶があります。えー、だからね、僕は割と中学生の頃に、あのドラムセットというものに触れていたんで、あの誰からも教わらなかったんですけど、一人でね、なんかこう、 ちちょこちょここ練習ししてました、えー、そんな感じで、えー、進んでいったんですが、えー、っとね、その後でも、やっぱりさ、ドラムセットデビューできるのってもう高校生になってからなんですよね、普通はね。そう、あのステージデビューできるのは。出ないとほら、回ってこないからさ、なかなか曲が。曲も少ないし、そもそもドラムセットを叩く時間も少ないし、なんで、あのー、で、いろんな楽器パートがあったらね、やっぱり、あのー、 <laughs> なんだろうな別にあのそれをバカにするわけじゃないんですけど中学生はあのマラカスとかやってるわけですよもう今でもマラカス振ってる中学生の頃の写真とか残ってるんですけどそんなねあの中学生はだからそんなにいい楽器目立つ楽器とかね重要,重要な楽器にね触らせてもらえないんですよね部活でで,でまあそんな状況の中ですよそんな状況の中なぜか僕は中学2年でドラムセットデビューしてんですよ <laughs> これがね結構面白い話でもうこれは本当になんだかわかんないんですけどなんかそうなっちゃったんですよね、あのー。僕はドラムセットに興味があるということがバレていたのかなんなのかわかんないんですけど、えー、中学2年生になっ,たなってからすぐの新入生歓迎会っていうイベントがあってでその新入生歓迎会っていうイベントで えっとね、吹奏楽部も披露するわけですよね。新入生に向かって。中学1年生に向かって。で、その披露するときに、パートごとの演奏みたいなのをするんですよ。ドラムパートはこれです、みたいな。で、サックスパートはこれです。トランペットはこれ、みたいな。それぞれのパートを紹介するなんかコーナーがあって。で、その時サックスパートの紹介コーナーで、ドラムが必要だってなって、で、ドラム叩いてってなったんですよ。で、それが、 僕これ何でだったのか全然わかんないんですけどなんかその時の先輩が「いやちょっとあの小林くんやってみてよ」って言われて <laughs> まあ僕小林くんって言うんですけど「<laughs> おー<う笑>ってなったんですよ。<laughs>「マジか!」ってなってうんすごいっすよねそれ。それはもうあの吹奏楽部としてはもう超快挙なことで今までなかった中学2年生がいきなりドラムセットを叩いて。 えとステージデビューするってマジでなかったんですよその時だからあのビビりながらもですねやりましたでそれがその曲が、えーと「酒とバラの日々」っていうね <laughs> めちゃくちゃいい曲なんですけど超渋い、えー、ジャズの曲だったんですよねそれがサックスでやってもうそれすごい覚えてるんですよねでその曲も今でも大好きなんですけどあの そういうステージデビューを果たしたという、えー、過去がありますという今日の話は別に、ね、特に何かオチがあるわけではないんですが、えー、そんなね過去がありましたという話ですなんであのまあ多分ねあの自分のねこうやりたい気持ちがですね先輩に伝わったんだろうねきっとなんかわかんないけどね別にそれまでに叩いてたこともないのになんかやってみてよとか言われてうん その先輩は先見の明がありましたね <laughs>。いやいや、全然叩けてなかったですけど、その当時。うん。まあその当時っていうかね、高校2年ぐらいまでね、全然叩けてなかったっすね。後々気づくんだけど、それは。まあそんなお話はまた今度お話ししたいと思います。今日はちょっとね、あのー、自分のルーツを 思い出すということで、えー、自分のドラムセットデビューの話をしてみました。えー、楽しんでいただけましたでしょうか、えー、はい、そういう感じです。<laughs> というわけで、えー、オンラインサロンの方はですね、毎日、えー、動画だったり記事だったりで、えー、さらにね、濃い投稿をしていっていますので、ぜひぜひ、あのご興味ある方は覗いてみてください。それでは皆さんさようなら。じゃあねー。